はい、こんにちは。それじゃあね、呪者の続きやっていきましょう。マサヤの思い出の品をね、探せばいいんだろうけど、とりあえず、おにぎり作っておいた方がいいのかな。お弁当は1日につき1種類しか作ることができません。あ、じゃあ、やめよう。必要生活力を上げれば、作れる料理が増えるから、それを作ろう。じゃあどうしようか。おばあちゃんの部屋とか何か、あ、ミケチ、なんかミケチ、花瓶壊してねえか？お前やったな、おい。お前やっちゃったな。壺が割られている。これは、もしかして、ミケチ、猫の毛がついてるってことは、やっぱりミケチなんだろうな。ミケチ、お前やっちゃったな。そんな悪いことするやつだったか？なあ、子じゃないんだ。でも、可愛いから許しちゃうよね。古そうな壺だったし、きっと、ひびが入ってたんだ。このままだと危ないし、片付けるかな？片付けましょう。生活力が上がるんじゃない？よーし。よし、生活力が上がったぞ。これで、上げていこう。ばあちゃんの部屋は？ばあちゃんの部屋は何もねえか。お前、壺割っちゃダメだろ？反省してるんだったら許す。よし。じゃあ、洗濯物とかした方がいいのかな？トイレットペーパーとか、トイレの蓋とかパカパカできねえのか？特に、これ何？マジックハンド？おばあちゃんが高いところのものを取るために使う。何かに使えるんじゃないの？覚えておこうか。バスタオル。洗濯はしなくていいと。とりあえず洗濯所にはマジックハンドがあると。んで？庭の掃除じゃねえ。畑の水やりとかしなくていいの？おばあちゃんいねえからさ。しなくていいのか。あ、大根がでもなんか鳴ってるね。からのオケ。水やりとかしなくていいのか。育ってきている。水やりしなくていいのか。じゃあいいや。草むすりとかしなくていい。生活力はどうやってあげるんだ。もう今俺生活力の猛者とかしてるからね。サッカーボールだろ、だってマサヤは。じゃあとりあえず、図書館、湖から行ってみるか。何かある？あ、誰だ？お気に入りの帽子が風に飛ばされて湖に落ちちゃったの。あ、マジックハンドの出番じゃない？大事にしていたから本当に残念。今は水中から出た柱に引っかかってるから、なんか、あれ柱だったんだよ。なんか木箱に見えたよ。ゴミ捨ててんじゃんって。手では取れない。よし、じゃあそのマジックハンド持ってきましょう。やったね。いきなり役に立ったね。きっとこのマジックハンドで取れるよ。待っててね、お姉さん。これだ。あ、やったね。うん、だね。湖に落ちた帽子まで届く。だよね。行きましょう。冴えてるな。今日は冴えてるぞ。今日は冴えてるけど、明日はどうだろう。明日も冴えてるかな。まあいいや、とりあえず、ほら。マジックハンドを持ってきてくれたのね。はい、持ってきましたよ。行ってみます。届きますよ。どうだ？はい、よーし、よしよしよし。生活力なのかわかんねえけど、とりあえず生活力もらえるよね。ありがとう。本当に嬉しいわ。お似合いですよ。お姉さんとか言ったら多分落とせるよ、今。どういたしまして。よーし、生活力上がったぞ。確か 5？ 元の場所に戻しておこう。はい。これでよし。すげえ、ちゃんと元に戻すんだね。なんか仮パクしねえんだ。優しいな、お前。結構ホラーゲームとかって仮パクが横行してるからな。じゃあ図書館は？入れねえか。マサヤの家は今日引っ越しか。旦那さんと奥さんもうすぐ立たれてしまうの。私もお皿や食器なんかを梱包するのを手伝ってたんだけどね。奥さんの疲れた顔が気の毒で。そうね、村から出た方がいいのかもしれないわ。よそ者がでも死ぬのか。なんでだろうな。誰だ？君は確か最近ここに来た子だね。はい。僕さ、今日は平日で仕事のはずなんだけど、職場は今日まで警察以外入れないんだ。入れないんだ。僕っ子。で、職場は今日は図書館の子ってことか？だから公園にでも行こうと思って、公園行く途中で、そういえばこのお宅って昨日ご不幸があったなって。感慨深く、ちょっとね。
はい。知り合いとかなのかな、マサヤの。聞いてもいないのに、いろいろ話す人だな。おととい、草間さんが亡くなってから、立て続けだったから、いろいろ考えちゃってね。小説家のことかな、草間さんは。もしかして、草間さんって、小説家の男の人ですか？ああ、そうだよ。だね。この村で唯一話がわかる人だったっていうのに、まさか僕の職場で亡くなるなんて。唯一話がわかる人、なんかあれか、小説仲間みたいな感じだったのかな。ということはお姉さんは図書館の人？その通り、僕は図書館で司書をやっているんだ。君も本が好きだったら一度はおいで。明日には入れるようになるから。なるほど。明日じゃあその図書館に行って現場検証してみるわ。うん、気が向いたら行きます。そういえばここのマサヤくんはサッカーが得意でね、公園でよくターくんに教えてあげてたな。ターくん、あのガキだな、きっと。君も公園でターくんを見かけたらサッカーちょっとでいいから付き合ってあげてね。もしかしてマサヤさんの思い出深いものってサッカーボールだよ、きっと。もう俺の推理通りだよ。こんなもんか。じゃとりあえず公園に行くか。いや、一応マサヤの家の周辺もなんか調べてみ、何もねえわ、行くか。行こう、公園に行こう。サッカーボールをクソガキからダッシュするぞ。ダッシュするっつうかパクるんだけども、多分これは強盗だよ。ボールくれ。サッカー好きなんだね。うん、でもマサヤお兄ちゃんが死んじゃったからまた一人になっちゃった。ジジイ立ってたじゃん昨日。僕でよければバスの練習に付き合うよ。本当？嬉しい。ああ、任せな。ほら、どうだ？こんな感じ？タくん。うんうん。ああ、でも、マサヤお兄ちゃんの方がうまかったや。それは言わねえ約束だろ、タくん。あ、まあ、僕、体育あんまり得意じゃないし。でも、ゆうきお兄ちゃんもパスの相手をしてくれてとっても嬉しいよ。ああ、お前いい子だな。ああ、ほら、お前優しいな。うまい棒とか食うか？マサヤお兄ちゃんのことをちょっと思い出した。そっか、よかった。さっきより随分元気になったみたいで。お、生活力上がったぞ。サッカーはいいんだよ。サッカーボール貸してくんねえか？え、帰っちゃったの？マサヤさん、サッカー。おい、サッカーボール貸してくんねえか？タークン。俺、サッカーボール必要なんだよ。でも、生活力が、5になってるので、そうね、サンドイッチが作れるね。ちょっとサンドイッチ作るが。さっきサンドイッチ作ろう。なんか、適当に進んでて、ね、作る機会をなくすと、やべえから、サンドイッチ作ろう。サンドイッチだ。来たな。サンドイッチは確かにナイフ使う。これ結構難しいんだよね。行くか。はい。花？なんか今、花があったぞ。花はクリックしちゃダメとかあんのかな？むず。あ、花、パン、パン、パン、ハム、トマトが全然切れてない気がする。レタス、あ、でもクリアしてる。よーし。いや、これ結構難しいんだよ、意外と。意外とこれマウスでやるとめちゃめちゃむずいからね。で、サンドイッチは作れたんだね。あ、でもサンドイッチ作ったけど生活力上がらねえのな。てっきりなんか、新しい料理作ると位置上がると思ってたけど違うのか。じゃあいいや。サッカーボールっていうのは分かったけど、神社に行ってみるか。でも、うたちゃんは呼んだ方がいいのかな？お姉さんのところにも行ってみるか。多分何もないよね。サッカーボールって言ってたから、おそらく、あれかな、マサヤの家に行けばいいと思うんだけど、とりあえず一応見てみるか。何もねえな。うん。じゃあマサヤの家に行くか。この花が多分ね、俺は怪しいんだよ。なんとか、なんとか、夜なんとかみたいなやつ。これが絶対に怪しいキーアイテムだ。お、いたいた、マサヤさんのお父さん。ああ、君はユウキくんだったかな？はい。引っ越しの用意ですか？ああ、ここに出ている箱と、マサヤの部屋のものがいくつかで終わるよ。
よければ手伝います。マサヤさんには仲良くしてもらったし。そうかい。マサヤも最後に友達になったのが君みたいな子でよかったよ。そっか。でもそんなこと言われても感はあるよな。それから僕は引っ越しの手伝いをした。マサヤさんのものを箱に詰めていると、たった二日関わっただけなのに涙がこみ上げてきそうになった。マサヤ。それでもマサヤさんのお父さんは懸命に荷物を運んでいて、僕も泣いてる暇はないなと荷物運びを頑張ったゆうきくん。あ、生活力上がった。ゆうきくんが手伝ってくれたおかげで予定よりも早く終わったよ。いえ、僕は最後の方だけでしたし。マサヤもきっと喜んでるよ。マサヤさん、今も夜花の世界でさまよっているんだろうか。早く何とかしてあげないと。そうだ、ゆうきくんはサッカーをする子かい？まあしないと思うけど。サッカーですか？俺はサッカー、クソほど下手。マサヤは、マサヤは処分品の段ボールに入れていたんだが、捨てるのには、忍びなくでね。マサヤは処分、サッカーボールは処分品に入れてたんだ、マサヤくん。あいつの使っていたサッカーボールなんだが、よかったらもらってくれないか？マサヤさんのサッカーボール？もしかしたらキーアイテムになるかもしれない。なるよ。だってサッカーボールだもん。俺の推理通りだったらサッカーボールだもん。ありがとう。マサヤも喜ぶだろうな。よーし。あの子供からパクるんじゃねえのか。まあ、そりゃそうだよな。あのターくんからサッカーボール、ね、奪い取ってマサヤくんにはーいって渡したってマサヤくん喜ばめねえもんな。じゃあ行くか。セーブして、おーっと、ここじゃねえ。ヨーバーナの世界に行きましょう。寝ればいいんだよね。行きましょう。もう寝ようか。寝ると自動的にヨバナの世界へ行きます。昼には戻せないでご注意ください。ヨバナの世界、まあ大丈夫。あ、ちゃんとこんなの書いてきてくれるんだ。すげえ、えれえ。えれえな、このゲーム。4日までに習得可能な生活力のされちゃ7。で、俺はちゃんと全部回収してますよと。いやー、寝よう。このゲーム、素晴らしい。エクセレント。おいで、おいで。僕を呼ぶ声がする。あ、ヨバナの世界だけど、ここってお姉さんじゃないの？あれ？ここは、お姉さんの庭？きっと、ヨバナの世界に来たんだ。そうなのかな？そうだ、マサヤさんを探そう。じゃ、とりあえず、あかねえか。探索するか。神社が下に行けばあるよね。あ、神社じゃねえわ。なんだここ。そうだ、お弁当を食べれば昨日みたいに、もぐもぐ。あ、ライフが3になってる。え？なんか、すげえ場違いな BGM 流れてるんですけど。え？あ、これ避けるの？ちょっと待って、これ避けるの？待てよ。あそこで一回止まる。ここだ。で、止まる。間に合え。うおー、危ねえ。ギリチョンセーフ。よーし。で、この毒花は触っちゃダメ。なんかすっげえ場違いな BGM 流れてる。お前らドクロでサッカー、触っちゃったやっべ、全然見てなかった。右のあの、なんかシャレ工房でサッカーしてる奴ら、眺めてたわ。お、いるな。これ、どうだ？これはさ、このタイミングで潜り込むべきなのか、向こうに行くと回避するポイントがあるのか、どっちと思う？なあ、みんなどっちと思う？いや、俺多分このタイミングと思うんだよ。ねえ、このタイミングじゃないの。回避するポイントあったわ。あ、全然あのタイミングじゃなかったわ。危険を犯す必要はなかった。滑り台が3つあるな。こんなの滑れねえじゃん。いや、違うな。滑って登って滑って登って。ん？この三段クレーンみたいな感じで、連続で滑れるんだ。どうせこのシャレ工房も当たったらダメなんでしょ？だいたいわかってるんだよ。これどっちだ？左か、右か。左か、右か、左だ。行こう。右だったな、これ。走ってる言葉とやってる行動が全然伴ってねえわ。あ？さっきの場所は公園で、ここは住宅街に似てる？似てると言えば似てるけど、似てないと言えば似てないんじゃないの？
穴あるよ、穴。あ、え、誰こいつ。あ、これあの小説家じゃないの。あ、この人は草間さんだったっけ。ん？あれ、なんかこいつ、顔が溶けてるっていうか、なんか、赤目になってるな。かっこいいじゃん、それ。この人も夜花の呪いで、なんかメタルギア的チックになってるよ。あ、グッケあ、やべえわ、行かれてたわ。苦しそう。なんとかしてあげられないかな。今は無理だけど、明日。ちょっとそこにどいてくれねえか。あ。いや、もうなんかお前穴とか関係ねえんかい。通れるのか通れねえよな。これ穴だよな。あいつ穴とか関係ねえんだな。まあ、幽霊って体浮いてるもんな。え？あと、マサヤの家なんか、ボロボロじゃね？ここじゃないのかな？お、追いかけてくるのかよ。まあ、追いかけてくるか。あ、行き止まり？助けて、誰か。ねえ、ねえ、ちょ。そんな、うたちゃん？お姉さん、もう道がない。あ、え、ロープ出てきた。あー、ロープ。これ、登って。誰だ？とりあえず、助かった。ロープが、登ろう。危ねえ、誰だ？マサヤか。マサヤ！ここは、これマサヤの家か？マサヤの部屋か？マサヤ。マサヤさんが助けてくれたんだね。ちょっと嫌だな、これ。いい人でさ、生前お世話になった人なんだけど、これちょっと嫌だな。なんか目からも口からも血出てるしさ、顔崩れてるし。何回もありがとう。俺、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。そんな悲しいこと言うなよ。それは、俺、どんどん忘れていくんだ。家族とか大事なもの。生まれてからの記憶。まあ俺ももう高校以前の記憶全くねえからいいんじゃない？俺、自分が誰だったか思い出せなくて、段ボール開けたけど、わからなくて。自分のこと、わからなくて。そうだ、これ、おサッカーボールあるよ。ほら、見てみな、これ、思い出しな、これ。ボールは友達怖くないよ。あ、これは、黒歴史だった？お？これは、俺の、戻った！マサヤ！どうして？捨てたはずじゃ。マサヤさん、顔が？顔？そんなことより、なんでこれが？お前の父ちゃんが、マサヤさんのお父さんにもらったんだよ。親父？捨てるのは忍びなかったって、そう言ってたよ。お前がサッカー好きでずっと忘れられなかったの、親父はちゃんと気づいてたよ。きっと、マサヤさんの形見みたいなものだったんだよ。ああ、そうか。俺、死んじまったんだな。それすらも気づけてなかったのか。うん。高校、行きたかったな。サッカーもいつかまた、やりたかったな。切ねえ。中学の頃、俺、サッカーのエースだったんだよ。そうなの？気の合うチームメイトと全国大会行ってさ、優勝までは届かなかったけど、ベスト8入ってめちゃめちゃすげえじゃん、お前。全国行ったの？楽しかった。これはその時まで練習で使っていたボールだよ。引っ越しを機にチームメイトとも離れたから、決別のつもりで処分の段ボールに入れておいたんだ。そうだったの。でもまあ、エースになってさ、つかベスト8のさ、エースだったら多分どこ行ってもそこそこやれるんじゃないの？親父、捨ててなかったのか。きっと、大事にしていたのを見ていたんだね。みたいだな。え、消えるの？あれ？マサヤさん、体が透けて。え？あ、そうか、成仏。成仏、できるのか？俺。成仏できるけど、成仏した方がいいのかな？なんか、
ちょっと、もうちょっと置いてくんねえか、俺のスタンドとなって守ってくれねえか。その人たらしめるものを見つければ、成仏できるんだよ、確か。その人たらしめるもの。なるほどな。これは俺の、アイデンティティそのものだ。まさや、おら嬉しいぞ。ゆうき、ありがとな。見つけてくれて。どういたしまして。そんじゃあ、俺、そろそろ行くわ。うん。ボール、持って行っていいか？もちろん、まさや、お前。そっか、お別れか。ありがとな。そうか、まさやくんが、扉になってくれるとか言ってたもんね。この部屋、特に何もないか。切ねえな、なんか。別にまさやくんはさ、悪い子として死んだわけとかじゃないじゃん。単純に呪いとかってことでしょ？切ねえな、なんか変えるか。触れた光は、少しだけ暖かくて、僕はまた眠りに落ちていった。5日目。うん。朝、昨日と同じ。今日はあの小説家の思い出のものを探せばいいんだよね。あとをすることは、図書館に行くんじゃなかったっけ？あと、あ、思い出しちゃった。そういえばお姉さんもなんか言ってたよな。ハルトさん、私を置いていかないでとか、愛してるとかなんとか言ってたな。あれは何なんだろう。最近僕おかしいよな。お姉さんのことばかり考えたりして。好きなのかな？もしかして。いや、その、年上の女の子にさ、ちょっとこう憧れて好きっぽくなっちゃう感情っていうのは、まあこの頃の、時期の男の子にはよくあることだよ、きっと。お姉さん、そういえばまだ名前も知らないんだった。今日もお姉さんの家に行ってから村を回ろうかな。よし、じゃあセーブしまして、あら、もうなんか来ちゃったか。じゃあ、行くか。俺マジでリアルな話だとこの後用事があるからそろそろやめたかったんだけど、まあいや、行こう。用事なんか関係ねえわ。お姉さん、ゆうきです。いますか？いねえのかな？まだ帰ってきていないのかな？いないのか。ここまで来たし、歌ちゃんと話してから帰るかな。よし、じゃあせっかくなんで、神社にセーブポイントはあるんですけども、歌ちゃんと話してから、セーブしましょう。ね。ちょっと今回歌ちゃんとまだ話してない、出てきてないんで、歌ちゃん。さつまいもじゃねえ、ふかしいもが大好きなんだよ。チャッス。うむ。春は眠くていかんの。いや、背後をナチュラルに取るのやめてもらっていいっすか。え？うたちゃん、眠いの？まあ、ゆうきは眠くないのかの？まあ、うん。昨日も夜花の世界を出た後は、しっかり寝てたみたいだし。そうか。若いものは回復も早いの。何歳なんだ、うたちゃん。いや、どう見ても、うたちゃんの方が年下でしょ？ゆうきくんも結構幼く見えるけど、さらにそれより下に見えるってことは、まあ、見た目は7歳とか8歳ぐらいってことなのかな？まことにそう思うか？違うの？まあ、私に年はないが、強いて言うなら200歳近くか。すげえやべえ、俺の10倍近く生きてんじゃん。信じておらぬようだの。まあ、構わぬが。本当は、シワシワのおばあちゃん勇気がね、ダメだよ、女の子にそんなこと言っちゃ。ねえ、ダメだよ。そんな優しいものではないぞ。あれ？意外となんかそんななんか、誰がババアじゃとか言わねえんだ。200年生きてて、ふかしいもが大好きってことはよっぽどうまいんだろうな。ゆうきには、幼い女子に見えておるようじゃが、大人が私を見ると、気が触れる。俺が、うたちゃん見ると、気が触れるの？どういうこと？
何それ。私は本来そのような存在なのじゃ。あんま興味なさそうだな、ゆきくん。あ、じゃあ僕そろそろ行くね。お前全然興味のやつの話の切り方すんな。もっと興味持ってやれ、うたちゃんに。頑張るのじゃ。うたちゃん傷ついてるよ。もうちょっとこうね、興味持ってほしかったなって。私も今日は寝ずに、境内を散歩しておるよ。そうなの？あ、ミケチにご飯あげるの忘れてた。すまねえ、ミケチ。家に帰ったらすぐにあげるからな、カリカリ。一旦家に戻るかな。じゃあな、うたちゃん。ミケチ、ミケチの食べっぷりはいつも見てて気持ちいいな。めちゃめちゃ食うんだろうな、ミケチ。なあ、かわいいな、お前。チュールとかいるか？あ、かわいいな、お前。小説家の草間さんだっけ？今日はあの人のものを探さないと。よし、じゃあ、というわけで。あは、ミケチ、いいな、お前。だいぶ慣れてくれたみたい。というわけで、じゃあね、今回この辺にしておきますので、ご視聴ありがとうございました。またよかったらね、次回も見に来てください。それじゃあ、さよなら。バイバイ。じゃあね。